神戸市選挙管理委員会は任期満了に伴う神戸市長選挙について衆院選と同じ今月17日告示、31日投開票に変更することを決めました。神戸市長選挙は当初今月10日告示、24日投開票の予定でしたが、神戸市選挙管理委員会は今日、今月17日告示、31日投開票に変更すると発表しました。衆議院選挙と同じ日に実施することで投票率を上げる狙いがあります。また日程の変更によって投票所の設営や管理にかかる経費など合わせて1億円以上の削減につながるということです。神戸市長選挙にはこれまでに現職と新人の合わせて5人が立候補を表明しています。